クレメンス一世もしくは、ローマのクレメンスは、初代教会時代のローマ司教。後に、ローマ教皇の第四代として列せられている。英語名からクレメントと呼ばれることもあり、また、日本正教会では、教会スラブ語再建音からクリメントと転写される。首都教父の一人、カトリック教会、正教会、正教会、ルーテル教会などで成人。 カトリック教会での記念日は11月23日。聖教会での記憶日は12月8日。聖教会では、新品知名者ロマのパパクリメントとして記憶される。怒りを結びつけられて、海に沈められて殺される。クレメンス史実の裏付けはないが、伝承ではペトロを直接知る人物であり、パウロの書いたフィリピの信徒への手紙4、3に現れるクレメンスとは、彼のことである。 と言われてきた。彼の手によると言われるクレメンスの第一の手紙はコリントスの教会で起きたトラブルを仲裁しようとしたクレメンスの書簡である。カトリックを中心にここから諸教会の仲介役としてローマ司教が役割を果たしていたと考え、それが後の教皇制度の方がになっていくと見る向きもある。一方、 これをクレメンスがローマ教会の権威を他教会に及ぼそうとしたのであってローマ教会が常時そのような役割を果たしていたとは考えない学者もいる伝統的にクレメンスに返されたクレメンスの第二の手紙は今日では2世紀半ば頃の成立と推測されクレメンスの作ではないと考えられている死についての詳細は不明であるが彼も 初期のローマ司教たちと同じように殉教したと推測される。ローマ帝国の半島となっていたクリミア半島のケルソネソスで致命したという伝承があり、すでにキリスト教が国会沿岸のギリシア植民地に広まっていたことが示されている。ただしこの地域におけるキリスト教はルーシ内陸部にまでは定着しなかったとされる。ありがとうございます。